北めぐる線、ふと白角号脱線事故は、2021年4月2日、現地時間午前9時28分頃に、台湾可連県修林橋の清水トンネルで発生した列車衝突、脱線事故。以下すべての日時は、現地時間を表す。台湾鉄道管理局の北めぐる線、和ニ駅、ストク駅間を走行中のジュリー運発台東行き。 ふとしろ各自競合第408列車が線路上で鉄道工事用の積載系トラッククレーンと衝突。一部車両がトンネル内で脱線。事故当日は生命節連休の初日であるため乗客乗員498人が乗車していた。事故の結果、当該列車の運転士、女子として乗務していた見習い運転士及び病院へ。 搬送後に死亡確認された二人を含む49人が死亡、245人が負傷した。死者にはフランス国籍が一人、アメリカ国籍が二人、負傷者には日本国籍が二人とオーストラリア籍、マカオ籍、中国籍の各一人が含まれる。地元の新聞は当事故について、鉄道事故としては過去73年で最悪の惨事と報じた。 現場はトンネルを含めて上下線が東西に分かれており、事故とは無関係だった北上線路を用いた相端線方式により他の列車の運行は事故直後から継続されている。事故現場外略図救出には国軍も参加した蒸気のほか、列車長も負傷したが、事故当時に最高尾の1号車にいたため外部との更新や救援作業の支援を行った。10日。 カレン知見の発表によると、50人目の犠牲者については DNA 鑑定の結果、すでに身元が判明した犠牲者のものと一致したため、死亡者数49人が最終確定した。乗客数が座席定員より多いことについては、2007年の太白覚悟営業運転開始以来、後発の広瀬ゆ美号とともに、長らく全席指定の定員乗車だったが、 混雑緩和と輸送力向上のために2019年から1列車120人を上限に駅窓口限定の当日用無座標販売が導入されていた。乗客のうち372人は座席指定の乗車券120人は無座標を所持していたとみられ、来鉄側は乗務員3人と清掃作業員1人が乗っていた。乗客は 当初496人とされていたが、補表の乗客2名が新たに確認され、498人となった。大鉄は4日時点で8.24億乳台湾ドルの損害賠償を請求する方針を示していたが、この額には乗客への賠償金や治療費が含まれていないため、実際の損害額は10億乳台湾ドルを超過するものと推定されている。4月9日、 防護工事を受注していた2社の総額4.5億乳台湾ドルの資産が可ン地方法院に差し押さえられた。少なくとも500本以上のコンクリート枕木が損傷し、架空電車線150メートルが落下、河川柱1本が倒壊したほか、軌道沿いのケーブル線が400メートルにわたり落下するなどして、初日時点で復旧には最低1週間はかかると見込まれた。 本形式の三次車として2016年に追加投入されたものであり、列車は先頭6両がトンネル内に閉じ込められており、先頭8号車から4両は著しく損傷している。当初は8日に復旧する見通しだったが、交通部部長の林慶流は4日、トンネル内構造物の調査も必要なため、最短で20日になると語った。 9日深夜に試運転が行われ復旧工事は完了したため運行再開への目途がついた。19日始発より普通だった下り線運行が再開されるが最低2ヶ月間はトンネル手前で時速4 0トルの助行運転となる。5日未明、先頭から5両目の4号車及び同4両目の5号車が屋外に搬出された。どちらも車体が著しく変形。 損傷していた。6日未明、先頭から3両目の6号車が、午後に2両目の7号車が搬出された。どちらも、つまだけではなく、車体側面も大破していた。7日0時頃には27人が犠牲となった最後の8号車も、搬出されたが、消防隊によると車体からのオイル漏れと機化により、作業中に発火したものの、すぐに消火器で消し止められた。 事故の原因は、線路より山側を走っている、祖花航路の大清水優井小育付近の工事事務所に、ある、傾斜地に停車していた、積載系トラッククレーンが、何らかの理由で、軌道上に落下したものと考えられており、運転手がトラックを停車させた際にパーキングブレーキを引かずにその場を離れ、その後クレーン車が、斜面下の線路上まで滑落したとみられている。 クレーン車の停車位置から線路までは、車道45度20メートルの高低差があった。事故発生15分前に、別の下り地競合が通過していたことから、大鉄は、当該クレーン車が9時13分から28分にかけての15分間に滑落したのではないかとの見解を示した。容疑者の供述は、その後運輸スが集めた証拠映像により、すべて否定されている。 容疑者と不法移民の従業員は、廃イ,イヤを不法投棄する目的も兼ねて、現場を訪れ、廃棄後に事故を起こした。別の元従業員によると、前日に防護策の代用としての廃イ,イヤ搬入するという名目でその助手を容疑者に依頼されたが、元従業員は腕を負傷していたことからこれを拒絶し、ベトナム籍の従業員が容疑者と組むことになったという。 ハイタイヤを工事現場に積み終えると急カーブでの坂で、クレーン車の操作を誤り全部が矢部に突っ込んだ状態で停止、斜面上で立ち往生していたが、その後通報せずに、別の重機で牽引を試みて失敗し、線路上に落下した。その時点でも通報はせず不法移民の従業員に、線路上から列車を止めさせようとしたが間に合わなかった。事故調査を担当している国家運輸。 安全調査委員会が回収した列車のブラックボックスを解析した結果、ワニトンネル出口から清水トンネルまでは約287メートル、運行上の最高速度時速130キロメートルからの非常ブレーキでの制動距離は約600メートル16.6秒を要するが、衝突前の走行速度は時速二十五キロメートルでクレーン車転落地点までは、 約250メートルしかなく、非常ブレーキ全開でも間に合わなかったとしている。かつ、現場は緩いカーブであり、視認距離はもっと短いものだったとされるが、運転士は警笛を鳴らし、かつ、衝突寸前までの4秒間非常ブレーキを作動させており、運安会は運転士側に過失は見られないとの見解を示した。現場では2019年2 2立方メートル、 総重量3トンの落石事故が発生しており、上り線路のトンネル出口に斜面崩落防止のためのシェルターを設ける防護工事は、工期が2019年4月26日から2021年1月20日の予定で1億2484万ニュータイワンドルを投じられていた。防護工事は期間中の大型連休中に稼働しなかったため、2021年初頭に延期申請が 業者側からなされていた。大鉄によるとこの生命節連休期間中は工事を休止するよう通達していたが、業者はこの日も現場を視察していた。工期が遅延すると1日12万入台湾ドルの罰金が生じるため、連休中の工事休業規定を破り休日、出勤していた。防護事業を受注した東新映像は過去7年の受注実績のうち約8割が カレン県政府発注のものだった。事故車両のトラッククレーンを持ち込んだ業者は、その下請けだった。クレーン保有業者は、過去2015から2020年の6年間で、大鉄と交通部航路総局から17件、総額1.42億ニュータイワンドルの事業を受注していたが、捜査当局に拘留され、3日に50万ニュータイワンドルで保釈されている。しかし、 カレン高等法院が検察の広告を受理し、地方法院に差し戻したため容疑者として最高速となった。また、容疑者は過去に受注した、ソハナコーロは平トンネル周辺での斜面防災工事で、コンクリート擁壁に規定の長さの半分しかリベットを打ち込まなかったと元従業員が証言した。防護事業は、連合第一工程が、 政府から受注するも東新映像に再発注され、東新映像はクレーン業者に再発注していた。クレーン保有業者は2009年から1年間ブラックリスト入りしていた、ほか、文書偽造や従業員の労働災害を起こしているにもかかわらず、過去5年で19件の公共事業を受注するとともに、その間15度の違反行為が発覚しているなど、業者だけではなく発注した。 政府側の姿勢にも疑問符を持たれている。連合第一公邸は2020年末に土砂崩落で普通となっていた議乱線の防護工事も受注していた。行政院公共工程委員会主任のクレサは、聖話は8日、立法院での質疑で有罪判決を受けた業者がなぜブラックリストにも入らず事業に参加していたのか。と問われ、容疑者は、 他者の名義を借用していたことから追跡が及ばなかったと答弁した。また、有罪が確定しその通知がなされなくてもそれは県政府の問題だと答弁し、可恋県政府は地方への押し付けだと反発した。大鉄の土木工事は巨額なため入札参加には高級の事業者免許が必要だったが、運転手の事業所はそれに満たないおつきうだった。 東新映像の株主だった男性が2020年、初頭に、同社役員の座を退くと、同社の名義上の責任者は、偽証工程に実務を丸投げするようになっていた。事業者4社の関係者のほか、発注者の大鉄可憐公務団も2名が送検され、後に保釈された。行政院交通部は、暫定的に遺族に、死者1人当たり540万入台湾ドル。 重症者に1人当たり240万乳台湾ドル、軽症者に同60万乳台湾ドルの見舞金を支給すると発表した。衛生福利部に属する中央健康保険所は2日、保険証を所持していない、あるいは破損している乗客については例外規定を適用し、医療機関での治療を拒否しないことと、治療費を一時的に国費で立て替えることを発表した。 同じく英福部の疾病感染症参加で、新型コロナに対応している中央、流行疫常識中心は5日、国外にいる死傷者の親族を対象に、無症状の場合に限って、検疫、隔離規定を緩和すると発表した。初7日の8日、可燃県政府主催の合同法要が取り行われた。交通部長を務める林慶流は4日、行政院に対し口頭で辞意を伝えたが、 政府は現時点では自己対応が優先として一旦遺留した。林はその後正式に辞表を提出14日に受理され19日の運行再開一番列車に同乗して復旧を見届けた後20日付で正式に辞任することとなった。公認には交通部政務次長だった王国在が昇格し大鉄でも1月から代理職で 実質空位だった局長に森美が就任した。カレン、台東の両県では3日と4日の宿泊キャンセルが最大で約20%に達し、4から6月のオフシーズンを控えて観光業の損失は27億にうたいワンドルになるとの試算もなされた。日本の国土交通省は6日、全国の鉄道事業者に対し、線路沿いの斜面の防護柵設置状況を 確認するよう求めた。台北市議会でも9日、市政府発注の事業に、このような業者が紛れていないかとの質疑を受けた市長の、カブンテツは、再調査を表明した。新北市政府では7日に、市内日北都市運工事での安全、品質強化に言及したのもつかの間、翌8日には、同市三京区の三うぐいす線建設現場で400トンの、 大型クレーン車が倒れる事故が発生した。死傷者はいなかったが、市長公友もよは、規定に基づき業者に罰則を課すことを表明した。事故によりのり面工事の安全性が疑問視され、大鉄が脱線事故現場以外でも言っている安全対策工事そのものにも疑問符が投げかけられるようになった。新築建築北市の住管線では2020年9月の 豪雨で斜面が崩落していたが、7ヶ月後の2021年4月時点でも、斜面上部がブルーシートで覆われただけの応急処置しか取られていなかった。交通部長と大鉄局長の人事が一新された、直後の4月24日午前8時32分頃、同じ北目黒線武等駅で2番ホームから1番ホームへ、軌道上を横断していた男性の工事関係者が、対等初呪みき、 ふとしろ覚悟第405列車に跳ねられ、病院に搬送された。列車の乗客乗員に死傷者はいなかったが、ふとしろ覚悟は、同駅で13分間停車した。男性は、同駅ホームの傘上げ工事に従事しており、工事で使用する機材を線路上に落下させたため自力で拾おうとしていたと、供述している。大鉄は、同駅工事の中止命令を出し、 男性が属する業者に対し、違反金30万ニュータイワンドルを貸すことと、工事契約の解除を検討していることを発表した。この事故の15秒後には別の区間車が駅構内に侵入しており、二重事故寸前の状況だった。4月22日、行政院は、現行法での貸失致死罪が最長5年でしかなかったことから、刑法第183条及び、 第276条を修正し、公共運輸機関で人的被害を与えた場合の有期刑を死亡10年、重傷7年に延長させる修正法案を可決した。ただし、法の不訴求により、この列車事故の被告には適用されない。カレーン出身で台湾民意基金会の当事長を務めるユウミツルタカは、北巡る旋回通以来、観光客も増えたことで、 奇跡時のチケット入手難は解消されておらず、カレン、大統領県民優先の実名制や、駅売りの無座標が導入されても解決には至って、いない。陳水平政権が推進していた、総花高速航路も、より低規格な、祖課会延伸にとどまり、3度の政権交代を経ても、カレン人と大統人は騙され、軽んじられている。と批判した。正解、セクは、 新型コロナ貿易に関する定例記者会見を急遽中止した。翌3日の定例会見では指揮官、県衛生福利部長の陳次中ら出席したメンバーが会見前に1分間黙祷した。行政員は2日、翌日から5日までの3日間、追悼の意を込めて反旗を掲げることを表明した。定分さん、陳その進む、露出燕、林里志県ら各地方主長は、 自身の給与1ヶ月分を衛生福利部の募金窓口に義援金として寄付することを表明した。与党民主進歩党の立法院グループや野党中国国民党主席の後継審も同様の対応を表明した。総統府は5日、蔡英文、来季を乗り、祖貞政がそれぞれ1ヶ月分の報酬を個人名義での義援金に充てると発表したほか、民進党も 党本部が義援金拠出を表明した。財界大鳥海精密工業の拡大名は、大鉄は、日本やドイツの事例から、工程管理を学ぶべきと語った。民間ユーチューバー兼格闘家兼実業家の、艦長ことちんの艦は、義援金の寄付を表明した。中華職業ボーダーマダイ連盟は、会長の蔡起承と共同で、義援金寄贈を表明した台北101は5日と6日の、 夜間に被害者を追悼、激励するメッセージをライトアップで演出することを発表した。菅義偉、安倍晋三、蓮舫などがそれぞれのツイッターアカウントで加藤勝信は記者会見時に見舞いのコメントを発した香港の学者陳、朝日明は2日、台湾がこれまで香港の民主化運動を支援してくれたことへの感謝として台湾政府に 義援金を寄付すると表明した。カシュチャップマン島も義援金の寄付を表明した。習近平、馬行幸は、高度の関心、哀悼疑問の意を表明した。海峡両岸関係協会、中華全国台湾同胞、根吉美会、台湾民主自治同盟中央委員会は、疑問メッセージを送った。台湾政府側の対中交渉窓口である。 大陸委員会もそれに対する謝辞を述べた。米国在体協会は Facebook で哀悼の意を表明した。欧州連合、イギリス政府、フランス政府の在体代表機関などが哀悼の意を表明した。オーストラリア政府のほか、チベット亡命政府のダライラマ14世も3日、被害者の冥福を祈ると、中華民国総統府に対し哀悼の意を表明した。ありがとうございます。